はい、台風対策を頑張って昨日、おととい、それと今日やっております。日よけのサンシェードっていうんですか、はい、あれを取って、その代わり針、まああまり意味ないと思うんですが針を入れました。で、裏側にもね、日よけでビニールシート貼ってあったんですが、全部外しております。で、こういう感じで貼りました。はい、今がね、14日の11時半ですね。はい、ポツポツと雨が降ってきております。でね、あとまあ向こうの、日よけも外して、で次ここはもう置いとこうかなと思います。うん、であと会見のとこの、日よけとかそういうのを外していって、あと飛びそうなものを片付けて終わりみたいな感じですね。うん、あとはどうしようもないとこばかりなんで、まあこれで、台風の過ぎ去るのを待つしかないですね。大阪がピークが今日の夜かな、今日の夜と明日の夜までちょっと長いんですが、どうなるか分かりませんが、頑張っていこうかなと思っております。頑張るの仕方ないしね。うん、で、こっちもあらかた片付けて、まだ片付けは全部済んでないんですが、ピーちゃん、はい、台風やで、あんた、これはもうあらかた草刈ってね、これはごちゃ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 って下もあったんですが、それを片付けて、あとクレート、を飛ばないようにやったら終わりかな。しゅんちゃん、しゅんちゃんやなって感じで、また、台風が過ぎ去った後、無事でしたよっていうのを、ご報告、ご連絡させていただこうと思ってますんで、まあ、何もないことを祈っておいてくださいな。ぽっちゃん、ピーちゃん、ピーちゃん、ピー、はい、それでは失礼します。皆さんも、気をつけてください。特に、和歌山、京都、奈良、兵庫、大阪の方、気をつけてくださいね。ご無事で、うん、もう本当に家の中でこもりましょう。皆さんの無事を願っております。はい、それでは失礼します。はい。